バダハリは、オランダ出身の男性キックボクサー、プロボクサー、モロッコ系オランダ人、ショータイムマイクス事務所属、初代イツショータイム世界ヘビー級王者、初代 K1 ヘビー級王者、入場曲はアッパのボダハリバッドボーイ、K1 参戦当初はバドハリと表記されていた、リング外での悪動無事とトラッシュトークも目立つが、 試合運びは極めて正当派。アーネスト・ホーストやブランコシカ・ティックも絶賛するほどの才能を持ち、15歳でプロデビューして以来、驚異的な勝率の高さを誇る。ザ・ゴールデン・ボーイというニックネームの由来は、バタ自ら、俺が触ったものはすべて金になる。俺がリングを触れば、リングが金色に、俺が女の子を触ったら、女の子が金色になる。 だから俺は、ゴールデンボーイだと言ったことによって定着した。悪魔王子の由来は、悪魔王子として恐れられた変則ボクサーナジームハメドから、ハメドもまダ同様アラブ系である、K13 戦前は、スネークの異名で呼ばれていた。ピーターアーツやブランコシカティックを排出している、道場着陸、レミーボンやスキーや、アンディサワーを排出しているメジロジムに所属した時期も、 あったが、現在は、マイクスジムで、メルビン・マヌーフ、ビヨン・ブレギーラと共に練習を積んでいる。2003年6月8日、イッツショータイム6アムステルダム割れな大会で、アレクセイ・イグナショフと対戦し、3ラウンドコマケ。なお、試合のわずか4日前にオファーをもらっての緊急参戦であった。2004年3月21日、プリファイターズ・ガライにアルメラにて、エロル・パリスと対戦。 右フックで5ラウンド小勝ち。5月20日、イッツショータイム7にて、アジスカ2と対戦。膝蹴りで腕を骨折させて2ラウンド小勝ち。10月10日、ニホットにハンドルにて、空間先と対戦。2ラウンド終了後、タオル投入による TKO 勝ち。12月12日、リングスファイト柄、ボーンインビンシブルにて、ゲイリーターナーと対戦。判定勝ち。 これらの実績が評価され、同年の K1 ワールド GP 王者、レミー・ボンヤスキーを抑えて、オランダ格闘技界の年間 MVP を19歳にして受賞した。2005年6月12日、イッツショータイム8で、ステファン・ブリッツレコと対戦。1R 中盤にバックスピンキックをボディに受けてダウンし、1ラウンド小負けを喫した。11月19日、K1 ワールド GP2005 イン。 東京決勝戦で K1 デビューを果たし、第2リザーブファイトにおいて、ステファン・ブリッツレコと再戦。前回自分が越された右バックスピンキックを顎に直撃させて2ラウンド失神小勝ちでリベンジを果たした。試合後、オランダに自分が理想とするスタイルのファイターはいない。オランダ人のトップになる。誰でもやってやるとコメントした。2006年3月5日。 K-1 ワールド GP2006 インオークランドのオシアニア GP に出場。試合前日の記者会見では、1回戦の対戦相手、ピーター・グラハムに挑発を繰り返し、会見後にも必要に絡んだため喧嘩騒動に発展した。最後は挑発したバダハリが、突然グラハムに全力で殴りかかったが、パンチをかわされ逆に、グラハムのタックルを受けて地面に倒された。 試合はやや優勢に戦っていたものの、3ラウンドに、グラハムの胴回し回転蹴りを受け、失神した上、顎を2箇所も骨折しての小負け。病院送りにされ、半年間の戦線離脱を余儀なくされた。2006年9月30日、K1 ワールド GP2006 開幕戦に、ファン投票1位と K1 が発表。バダハリは、予選でグラハムに敗れているため GP 開幕戦の、 出場権はなかったが、K1 の推薦選手として GP 開幕戦に出場。ルスランから F と対戦。試合直前の控え室では、K1 のルールを管轄する日本人スタッフがバダハリの使うルール違反の足の保護サポーターを、これは試合で使えないと注意すると、イライラを募らせ、パイプ椅子を持ち上げて全力で地面に叩きつけて暴れたり、 その日本人スタッフを大声で罵倒して、あいつをここから出て行かせろ。あいつは敵から送り込まれた。などと言い放ち、放送禁止用語と暴言を連発した。試合では、インローでバランスを崩したところに、カライフの左右のフックを受けてダウン。1RKO 負けを喫した。試合後、怒りをあらわにしたバダハリは、リング上で猛抗議し、しばらくリングを降りようとしなかった。 ディプレイ映像では、カライフの右フックがバダハリのテンプルに当たってバダハリが倒れていたり、カライフがフックで倒れたバダにローキックを放つシーンもコンビネーションと流れであるため結果は覆らなかった。カライフも膝がつく前に蹴っていたのだから反則ではないと話している。怒りの収まらないハリは控室に戻る途中で、 会場案内標識やスピーカーを破壊するなど大暴れした。12月2日、K1 ワールド GP2006 イン東京決勝戦のスーパーファイトでポールスロウィンスキーと対戦。ローキック一本で攻めるスロウィンスキーを手数で押し判定勝ちを収めた。12月31日、K1 プレミアム2006ダイナマイトでニコラスペタスと対戦。バダの打撃により、 ペタスが左腕を骨折し2ラウンド TKO 勝ちとなった。2007年3月4日、K1 ワールド GP2007 イ横浜にて、初代 K1 ヘビー級王座挑戦者決定戦で、ルスランカラエフと再戦。2ラウンドにダウンを奪われるも、その直後、カライフの左に合わせたカウンターの右ストレートで、逆転の2ラウンド小勝ち。 後にこの試合は、SRS の2007年ベストバウト賞に選ばれた。4月28日、K1 ワールド GP2007 インハワイで、藤本雄介と、初代 K1 ヘビー級王者決定戦を行い、左ハイキックで1ラウンド小勝利し、初代 K1 ヘビー級王座を獲得。8月5日、K1 ワールド GP2007 イン香港で、ピーター・グラハムと再戦。 アウトボクシングを展開し、3ラウンドに左ミドルと右ストレートをボディに食らわせダウンを奪っての判定勝ちを収めるベンジを果たした。試合後2人はリングで肩を組み合い監修はそれを叩いたが、その後のコメントで憎んではいないが、友人として認めたわけでもないと語っている。12月8日、K1 ワールド GP2007 ファイナルの 準々決勝で戦前から絶戦を繰り広げていた、レミー・ボンヤスキーと対戦。フルラウンドにわたり好勝負となったが、判定負け。試合後のコメントでは相手を認める発言をするも、あくまでスポーツマンとして敬意を示しただけ。仲直りじゃない、レミーは王者になれるような選手じゃないと述べた。2008年4月13日、K1 ワールド GP2008 in 横浜で、 レーセフォーと対戦。1ラウンドに3度のダウンを奪い小勝ち。6月29日、K1 ワールド GP2008 イン福岡で行われた、K、K1 ヘビー級タイトルマッチで、グラウベフェイトーザと対戦し、右フックで1ラウンド小勝ち。初防衛を果たした。8月9日、K1 ワールド GP2008 インハワイの、スーパーファイトで、ドマジョフオスタジックと再戦。 開始早々に、お互いのパンチが相打ちとなり、グラツ化されたが、相手のオスタジックもそのままダウンして1ラウンド5勝ちを収めた。9月27日、K1 ワールド GP2008 インソルファイナル16で、チェ・ホンマンと対戦。2ラウンドに本番の左フックでダウンをキスするも、3ラウンドは、左ボディブローやローキックを中心に攻め、判定0から1で、 ドローとなり延長ラウンドへ突入。しかし、延長ラウンド開始時に本マンが試合を続けることを拒否し、本マンサイドのタオル投入により TKO 勝ちを収めた。12月6日、K1 ワールド GP2008 ファイナルでは、準々決勝でピーターアーツと対戦。1ラウンドにダウンを奪った上、2ラウンドにもダウンを奪った直後にレフェリーストップとなり TKO 勝ち。準決勝では、 エロールジマーマンとダウンの奪い合いの末に3ラウンド小勝ちを収めた。K1 ワールド GP2008 ファイナルにて、レミーボンヤスキーと対する、ハリ決勝戦のレミーボンヤスキー戦では1ラウンドに、左フックでダウンを奪われ劣勢になると、2ラウンドに、レミーの足を手で救うようにして倒し、倒れたレミーに対して、審判の制止にもかかわらずパンチを打ち続け、さらに、 レミーの頭部を足で踏みつけたため、リフェリーの角田信明がバダハリを引き離して試合が中断。反則攻撃により、レミーがダメージを受け、ダブルビジョンを訴えて試合続行不可能となったため、バダハリの反則行為がスポーツマンシップに反すると判断され、レッドカードが提示された。これにより、バダハリは反則負けとなった。試合後、バダは感情的になってしまった。 仕掛けようとしても攻撃が返ってこないので、その中で思わず、ストリートファイトのような本能が目覚めてしまった。ファンには、お詫びしたい。審判団の裁定を真摯に受け止めたい。ただ、レミーはダメージがなかったんじゃないか反則勝ちが告げられるとすぐに立ち上がり、彼なりに素晴らしいスピーチを繰り広げていた。レミーのセコンドからもインターバル中に立ち上がるなと言った、指示が聞こえた。 今日の彼の優勝は最優秀男優賞として与えられたものに過ぎないとコメントした。その後、12月17日に谷川貞治からファイトマネーの全額没収、準優勝の資格及び賞金の取り消し、保有する K1 ヘビー級王座剥奪という処分が発表された。ルールブックや契約書に記載されていないことを理由に出場停止処分は課されなかった。 2008年12月31日、ダイナマイト、勇気の力2008にて、ドリーム6で、バダが、名指しで挑発した、総合格闘家のアリスターオーフレームと、K1 ルールで対戦。1ラウンド膝上げると、左フックのコンビネーションでダウンを奪われ、最後は、アリスターのカウンターの左フックを受けて、小負け。試合後、今日はたまたま、こういう結果になった。 K1 ベズマということはなく、試合は二人の選手の1対1の戦いであり、どちらのジャンルが強いということではないとコメントした。またこの二人の対戦は、K1 ルールと総合ルールで1試合ずつ、K2 試合を行われることが試合決定前に、両者の間で合意されており、アリスターの口からも、勝敗にかかわらず、MMA ルールで再戦されることが、 双方の間で事前に合意していたので次は、総合ルールだ、と語られてた。しかし、その後、K1 がその話をうやむやにしてしまい、記者に聞かれた場田ハリも、総合には出ないと再選を拒否したため、2009年に予定されていた総合ルールでの再選は行われる、ことはなかった。2009年3月28日、K1 ワールド GP2009 イン横浜で、 エロールジマーマンと再戦予定であったが、調整不足を理由に欠場。これは5月のシュルト戦の大一番に専念するための欠場とみられたが、谷川氏は一度は出場オファーを受諾した後、怪我もしていないのに欠場を申し出るなんてプロとして失格と語った。5月16日、イッツショータイムの初代イッツショータイム世界ヘビー級王者決定戦で、 K-1 スーパーヘビー級王者セビーシュルトと対戦。序盤から激しいパンチの打ち合いとなり、バダが2度のダウンを奪って1ラウンド45秒小勝ち。初代ツショータイム世界ヘビー級王座を獲得した。12月5日、K-1 ワールド GP2009 ファイナルの準々決勝で、ルスランから F と対戦。試合開始と同時に激しい打ち合いを展開し、1ラウンド38秒後、勝利。 準決勝では大晦日に小負けを喫しているアリスター・オーフレームと対戦。パンチでダウンを奪い、最後は左ハイキックで1ラウンド小勝ち。続く決勝では5月に小勝利を収めているセミー・シュルトと対戦し、1ラウンドに3度のダウンを奪われ小負け。惜しくも準優勝となり、試合後は一目もはばからず号泣した。なおこの結果。 1998年のピーター・アーツ、同年のシュルトと並び決勝トーナメント3試合すべてを1ラウンドこもしくは TKO で終えた選手となり、また準優勝者では K1 史上初の記録である。2010年2月13日、ムラッド・ボージディに2ラウンドこ勝ちで、イッツショータイム世界ヘビー級王座の初防衛に成功。4月3日、K1 ワールド GP2010 イン横浜の メインイベントでアレクセイ・イグナショフと7年ぶりに再戦し、ダウンを奪っての判定勝ちで、リベンジに成功。5月29日、イッツショータイム世界ヘビー級タイトルマッチで、ヘスディ・カラケスと対戦。2ラウンドに、カラケスが点灯したところにキックを放ち反則負けとなり、王座から陥落した。試合翌日に、バダ陣営から、私はキック人生において2度目の、 同じ過ちをしてしまいました。私のやった行動は自分自身のみならず観客の皆様をも失望させることになりました。考えた末に私は無期限謹慎を決めました。復帰予定がいつになるかはわかりません。自分で自分を罰することを決めましたというプレスリリースが配信された。しかし、所属するマイクスジムのマイク会長は先日のイッツショータイムの後は9月の K-1 ワールド GP 開幕戦までバダが休暇を取ることは最初から予定していた。バダは9月の K-1 ワールド GP 開幕戦で復帰する予定だとコメントしており、自主禁止はほとんど無意味なものであった。6月8日、イッツショータイムを主催するヨーロピアンファイティングネットワークからバダ・ハリに対してカラケス戦の罰金処分を下したことがイッツショータイム公式サイトで発表された。 処分の決定の経緯については、バダ、ハリ本人が失格が妥当な判断であることを認識しており、自ら謹慎を申し出ている。また以前に、K1 で同様の反則を行ったが、この裁定に一致ショータイムは関与していない。バダ、ハリに一致ショータイムの大会への出場停止処分を下すことは簡単だが、バダは最初から今年の一致ショータイムの大会にはもう出場しない。 ことが決まっており、我々の管轄外である K1 には出場できるので意味がない。彼が反省している25歳の若者であることを考慮して2度目のチャンスを与えるとした。10月2日に開催された K1 ワールド GP2010 インソルファイナル16への出場資格はあったが、欠場。K1 は2月に起きた暴行事件の容疑を晴らすために出場を辞退したと、 公式発表したが、バダハリは、実際にはオランダを離れて、モロッコで休暇を取っており、裁判の準備を始めたのは10月下旬であった。欠場理由について、バダハリ本人はインタビューで、K1 側は俺に高額なファイトマネーを提示してオファー、してきたが、今はモチベーションが低くて、やる気が出ない。来年の一勝タイムのアムステルダム割れな大会で、ビッグカムバックしたいとも語っている。 12月11日に開催された K1 ワールド GP2010 ファイナルのリザーブマッチへの出場オファーもあったが、ここでもモチベーション不足を理由に欠場した。2011年5月14日、イッツショータイムライオンのメインイベントで約1年ぶりに復帰戦を行いグレゴリー・トニーに位置、RKO 勝ち。グレゴリーは世界最強のドアマンというニックネームを持つことから、 ドアマンのリベンジマッチとの声も一部からは上がったが、試合内容は、バダのワンサイドゲームとなった。2011年9月28日、イッツショータイム公式サイトにて、2012年1月28日のイッツショータイムレイワルデン大会のメインイベントで、空間先との7年ぶりの再戦が発表されると、共に、この試合を最後に、バダ・ハリがキックボクシングを引退して、 アメリカでプロボクシングに転向することが正式発表された。また、2011年10月29日開催予定の K1 ワールド GP ファイナル16南京大会には参戦予定としたものの決勝大会には K1 を主催するフェグが一勝タイム及び他の選手へのファイトマネー未払いを生産しない限り参戦しないことも表明した。結局、 K1 南京大会は中止となった。2012年1月28日、イッツショータイム 54&55 にて、自身のキックボクシング引退試合で空間先と7年ぶりの再戦。1R 決着を予告していたバダは、宣言通りの 1R ノックアウト勝ちを収めた。試合後に発表されたコメントで、キックに戻ってくることは、決してない。もう、 キックでは投手を焚き立てられるものがないんだ。これからの人生を、ボクシングのリングで築き上げ、夢を実現させたい。第一章は終わり、次の戦いの幕が上がるんだと語っていた。ボクシング天候のため、元4団体統一世界ミドル級王者並び、現 WBC 世界ライトヘビー級王者、バーナード・ホップキンスや、元3階級制覇王者シェーン・オズリーラを指導している。 ナジーム・リチャードソンがバダ・ハリのボクシングトレーナーとなった。バダがキックボクシングを引退した理由の一つが、K1 の主催会社フェグの選手へのファイトマネー未払い問題だったが、2012年に K1 の主催会社がフェグから、K、K1 グローバルホールディングスへと変わって大会が開催されていくこととなり、新生 K1 第1弾大会となる2012年5月27日に、 マドリードで開催の K1 ワールドマックス 2012K1 ライジングに参戦することとなった。2012年5月27日、新生 K1 第一弾大会である K1 ライジング 2012K1 ワールドマックスフィナール16インマドリードにて、アンダーソンブラドックシルバと対戦し、1アールにダウンを奪うが、その後は2 r 途中からは、シルバの反撃を受け失速。 苦戦を強いられたが、判定勝ち。2012年10月14日に開催された、K、K-1 ライジング2012、K-1 ワールドグランプリ2012フ i n a ル16に出場予定だったが、合計6件の暴行殺人未遂罪と放火罪で逮捕されたため、欠場となった。2012年11月9日、一時的に仮釈放されたが、 その3日後の11月12日に再逮捕される。以前、被害者と接触し事件のもみ消しを行った前科や、被害者や目撃者の脅迫、暴行の可能性などから、被害者、目撃者との接触の禁止、レストラン、クラブなどの出入りが、禁止等が仮釈放の条件として出されていたが、それを守らなかったため再逮捕された。二千十三年一月十二日に、バダ、 ハリ本人が事件に対して全て実況し、認めているため交流したまま、取り調べを続ける理由がなくなったという理由から、再び仮釈放された。今後は開かれる裁判に、その都度出廷する予定となった。2013年3月15日、K1 ワールドグランプリ2012フィナール8のトーナメントに出場し、準々決勝でザビット・サメドフと対戦。 一 R に、バダがサメドフの金敵を蹴り上げてしまい、その後も、金敵のダメージにより、サメドフが失速するアクシデントがあったがダウンを奪い、判定勝ち。準決勝へ駒を進めたが、バダはこの試合で負傷したため同日の準決勝を、負傷危険した。2013年5月25日、レジェンドファイティングショーにて、ザビットサメドフと再戦。 1R 早々にサメドフのラッシュでぐらつき、1R 後半にはクリンチの離れ際にサメドフに左フックを受けてダウンを奪われた。2R には打ち合いの中でサメドフの右アッパーと左フックを受けて再びダウン。その攻撃でバダは試合放棄し座ったまま立ち上がらず小負け、サメドフにリベンジを許した。2013年11月9日、 レジェンドファイティングショー2で、アレクセイ・イグナショフと再戦。3R 判定勝ちを収めた。2016年12月10日、グローリー・コリジョン、リコ VS、ボダーのグローリー世界ヘビー級タイトルマッチで、リコ・バーホーベンと対戦し、2R に肩を脱臼して、TKO 負けを喫した。二千十八年三月三日、グローリー・ロッテルダムでヘス・ディゲル・ゲスト、再戦し、 3R 判定勝ちを収めた。しかし、バダハリとゲルゲスの両選手が試合後の薬物検査で陽性となり失格。勝敗はノーコンテストへと変更された。バダハリはドーピング違反により出場停止19ヶ月の処分を受けることとなった。2019年12月21日、グローリー、コリジョン2のグローリー世界ヘビー級タイトルマッチでリコ・バーホーベント再戦。 ー r に足を負傷して TKO 負けを喫した。2005年12月、イッツショータイムの CEO でバダのプロモーターである、サイモンルッツの妻の友人家族がストーカーの被害を受けており、ルッツが話をつけるためにバダを連れてストーカー班の家を訪問したものの、キョルスを使われて話に応じなかったため、バダハリが玄関を蹴破って中に押し入り、相手にわかるように教えたという。 この時、相手の男は一旦非を認めて謝罪したが、後に警察に通報したため、ルッツとバダは逮捕された。警察も上場は釈量したものの、格闘家であるバダの暴行を問題視し、4週間の高知と出所後の地域社会奉仕活動を義務付けられた。その後のグラハム戦の敗因は、オランダでいろいろなことがあって、コンディションが最悪だったと、K1 公式サイトにて語っている。 2008年5月頃、バダと肉体関係を持った女性の自宅を、バダとバダの友人が放火する事件を起こし、関係者として警察から事情聴取を受けた。そのため、K1 ワールド GP2008 イ福岡の前日のスポルト、デヒライリオにインタビューされた際には、正直言って、今回は練習不足だと告白している。 2010年3月25日、2月にアムステルダム市内のナイトクラブで起きたドアマンへの集団暴行事件の容疑者として取り調べを受けていると報じられた。ドアマンは集団暴行を受け目の周りを骨折し失明する可能性が高いという重傷を負った。また、オランダのマスコミからは目撃者も多数との報道がされた。 同年4月3日の K1 ワールド GP2010 イン、横浜の大会後には2月の暴行事件について、自ら暴行容疑を否定し、また、報道において、事件の目撃者として上がった人間は、バダハリやその仲間からの報復行為を恐れて、証人として名乗りでなかったため、証拠不十分として、釈放となった。同年6月4日、同事件に関与していたとされる、 バダハリを含めた4人のうち2人が逮捕、カズトが自首し、残るバダにも警察が再び事情聴取しようとバダの自宅に来たところ、不在の本人に代わってバダの弁護士が水曜日に彼を出頭させると約束したにもかかわらず、バダが出頭せずに逃走したため、オランダ警察がバダハリを指名手配したと報道された。また、同年6月8日、イッツショータイム公式サイトでバダが 暴行事件についての出頭要請を無視している件について我々も場だと連絡が取れない状態と発表された。その後、上述にあるように当初の予定通り休暇を兼ねてモロッコに滞在し10月下旬にオランダへと戻って11月21日に裁判を受け証拠不十分として仮釈放された。なお、後に被害者のドアマンは バダハリが再度接触してきたことを明かし、ドアマンに2万ドルの口止め料を支払うことを約束し、その見返りに警察に不利な証言をしないことという条件を持ちかけてきたという出来事があったことをテレビチャンネルへ t 以後に暴露した。その後は警察側の新たな動きはなく、事件は進展を見せなかったが、後の殺人未遂の事件でハリが逮捕された際に、 この事件についてもバダハリ自身が認める発言をしている。2012年6月、オランダの雑誌において、サッカー選手、ルート・フリットの別居中の妻であり、ヨハン・クライフの名である女性とバダハリが、不倫交際していると報じられた。両者の間にはすでに子供も生まれている。2012年7月7日、アムステルダムの年次祭りで、 VIP ボックスにいた実業家の男性に対し、バダの仲間が被害者を地面に叩きつけた後に、バダハリが地獄に落ちろ。と怒鳴りながら、足首を強く何度も踏みつけて、足首を粉砕骨折させ、さらに頭部を殴り、顔面を骨折させたため、殺人未遂罪で逮捕。被害者二人のうちの一人の男性は、一生歩けないという歩行障害を負った。なお、 事件翌日にもかかわらず、バダは不倫交際中であるルートフリットの妻と共にバカンスで海外に出かけるが、この時点では証拠不十分で警察は出国禁止にできず、バダは予定通りバカンスに出かけた。そして帰国後バダハリは警察の要請に従い出頭し、暴行殺人未遂容疑で逮捕された。さらに、この事件が明るみに出た際には、 バダハリが2011年にアムステルダムのナイトクラブエアーのオーナーに暴行を加え、顎の骨と羽織った暴行事件についても告発されることとなる。被害者のオーナーはバダハリから圧力を受けていたため二度と来店しないことを条件に告訴しないとしていたものの今回の事件を機に告発することを決めたと語った。さらに上記2件の暴行殺人未遂容疑で逮捕。 交流されている間に過去に起こした数々の事件のうち妊娠中の女性の自宅に放火をした容疑を含む4件の事件に関与していたことを認めた。バダハリの担当弁護士は現段階では最低数年の刑務所生活になることは間違いない。余罪次第では10年の実刑判決が下される見込みとコメントしている。2012年11月9日にバダ。 ハリ本人が事件に対して自供したため、このまま交流しておく必要がなくなったという理由から、以前被害者たちと接触されて手を打たれたことがある。警察は、被害者、目撃者との接触の禁止、レストラン、クラブなどへの出入り禁止を条件にバダハリを仮釈放した。しかし、それを守らずに不倫交際中の恋人とレストランにいたところを目撃され、 仮釈放からわずか3日後に再逮捕された。2013年1月22日に仮釈放された。今後に開かれる裁判に出廷することが決まっている。それ以外にもクリスティアーノ、ロナウド、カリム・ベンゼマ、フランク・リベリーらとの数多くのプライベートショットがネット上にアップされている。バダ・ハリの試合を見に来たディエゴ・マラドーナが興奮し、椅子の上に乗りバダ・ハリの名を絶叫。 試合後バダハリの元へ来て写真を撮っていった。スポーキダによれば、モロッコに在住しているバダハリに会うためにロナウドは定期的にモロッコを訪れているそうで、それに対するレアルマドリーの懸念は増しているとのこと。ロナウドは練習終わりにモロッコへと飛んだ後、その日のうちにマドリッドに戻り、また次の日の練習に参加という生活を送っているらしく、レアルマドリーの首脳陣は、 このあまりに頻繁ない危機がピッチ上のパフォーマンスに影響しているのではないかと懸念しているという。地元スペイン氏は両者の関係に批判的だそうで、エル、ムンドなどは論争の的になっているともしているそう。ありがとうございます。